てさ、下書きして暗記したの？そんなわけないだろ。あのタイミングで黒の騎士団を旗揚げしたの全くの予定外だった。そっか、私たちがテロリストに捕まっちゃったから助けに来たんだっけ。よく考えたら命の恩人だったんだ。ありがとう、ルルーシュ。やっと認識したか。まあいい、今後はその感謝を忘れないように。こういうことさえ言わなければね。あのさ、ルルの演説って皇帝陛下の演説のすぐ後くらいだよね。言ってることも正反対だし、対抗意識とかあったの？いや、内容は昔から考えていたことで、取り立てて影響されてはいないが、そうだ、皇帝の演説を聞かされて頭に来たので、何か言い返してやりたいという欲求があったのは確かだ。なんかルルの行動ってムカついたからやり返したってパターン多いね。もっとおおらかになればいいのに。あ、座禅とかいいらしいわよ。座禅は膝の形が悪くなるから嫌いだ。男のくせにそういうこと気にするんだもんな。さてさて、次は第3位の発表です。感謝されたのは初めてだよ。ではお礼を返してもらおうか。もう一度呼べ、先ほどのように。あの名前か。一度だけだ、大切に優しく心を込めてな。仕方ないな。二人目のゲスト、C2 さんをご紹介します。こんにちは、はじめまして、 C2 です。はじめまして。私一度 C2 さんとお話ししてみたかったの。私も。本当ですか？私もです。お前本当に C2 か？愚問だな。私が C2 でないとしたら一体何だと言うんだ。かっこいい。どうもどうも。不気味だ。 C2 さん、名台詞ランキング第3位入賞ですけど、ご感想は？いや、嬉しいですけど恥ずかしいですよね。あれってツンデレで例えるとデレの部分じゃないですか。ああ、そうだよね。お前ツンデレなのか？ふん、馬鹿げた質問だな。それともそうであってほしいというお前の願望か？お前態度違いすぎだろ。怒りっぽいな、ルルーシュ。カルシウムを取れ。乳製品、そうだ、ピザなどいいな。お前一人で好きなだけ食っている。ルルってなんでそんなに C2 さんに冷たいの？成田の岩山で二人きりになってちょっとキューンってなってたくせにね。ツンデレはお前だ、ルルーシュ。ねえ。やりにくくてかなわん。第2位の発表に一時撤退だ。逃げたな。だが強制はしない。彼、引き返すなら今だ。共に進みます。私はあなたと共に。ありがとう、彼。第2位はセリフというより一連のシーンでした。カレンとルルーシュのダブル受賞です。これって2人ともシャーリーのお父さんのことでへこんでて、それでも頑張っていくしかないんだって確かめ合うシーンよね。っていうか、私んちの不幸をきっかけにしてお互いの好感度上げ合わないでほしいんだけど。いや、そう言われても。でもルルーシュ、実はカレンのこと真面目に気に入ってるでしょ。気に入るとかそうでないとかあまり考えたことはないが、そうだな、一つ言っておくと、ここでのありがとうは 100% 本心だった。へえ、珍しい。ほんとナチュラルボーン詐欺師の割に。お前ら俺のことを悪意で見すぎだ。そうじゃなくて、ルルーシュにもあるんだなって。誰かにあなたは正しいですって言ってもらいたいことが。いや、そういうわけでは。ルルーシュ案外可愛いとこあるじゃん。今の話はちょこっと好感度アップ。ルルーシュ合格。勝手に納得するな、意味不明だ。さて皆さん、ここでいよいよお待ちかね、第
ブリタニアを憎むブリタニア人はどう生きればいい？貴様主義者か？ん？どうした？撃たないのか？相手は学生だぞ。それとも気づいたか？撃っていいのは撃たれる覚悟がある奴だけだと。というわけで見事第1位を獲得したのはルルーシュ・ランペルージ君17歳。撃っていいのは撃たれる覚悟のある奴だけだでした。ふん、まあ当然の結果だな。こいつなんでこんな無駄に偉そうなんだろう。でもまあこれは納得の1位よね。ルルとゼロの考え方を一言で表してますもんね。ではでは本人のコメントを聞いてみましょう。どうですかルルーシュさん。そうだな、俺がルルーシュ・ランペルージである限りこのセリフに変更が加わることはないだろう。視聴者の諸君は続編での変わるの俺に期待してくれて構わない。わかりにくいけど、要するに受賞できてとっても嬉しいですっていう意味みたいよ。ところで会長、私すごく意外なことがあるんですけど。何シャーリー、あの人のセリフが一個も出てきませんでしたね。私楽しみにしてたのに。あの人。おー鋭い。あの人はね、アンケートであまりにも人気がありすぎたので殿堂入りで別枠にしちゃったの。何？俺よりもだと？それでは行ってみましょう。あの人の名台詞特別編です。愚か者め、警備網のど真ん中で急遽私の命令に従えないのか。これ以上の行為は処罰の対象となる。いいな、全部隊に徹底させろ。全力を挙げて奴らを見逃すんだ。なんだこれは。ゼレニアンド、ラスト。できるか。目の前にゼロが。ゼロがいるといて。くそ、大音だと。さあ回せるな。まだ私はゼロに。また軍人か。それだけ部隊が崩れたってことだろう。オレンジじゃないんです。ゼロー。そうそう、これが見たかったんです。私この人大好き。私も。こいつをプロデュースしたのは実質上俺だが、これは本人の人徳だよね。気絶するときポペって言ってたんだ。そうそう、文字放送にもポペって出てたのよ。なんか可愛いわよねポペって。まあ日本人は半顔美意気だからな。弱い者が頑張っていると応援したくなる心理が働いているのだろう。なるほど、ブルーシュに人気があるのと同じ理由ね。日本人はお笑いも好きだからな。哀れを誘う愉快な奴には人気が集まるのだろう。それもルルと一緒だね。お前ら。というわけでお送りしてきましたコードギアスファンと制作スタッフが選ぶベストフレーズアワードはひとまずここまでです。14話以降の名台詞は DVD マガジン第2巻のこのコーナーで取り上げます。待て、俺への悪口でこのコーナーを終わらせるな。ミサイル発射ドーン。それでは第2巻でまたお会いしましょう。